さん、ありがとうございました。ピアニストのアンドラ・ディクさんですね。はい。幸せの、幸せになるためには、家族や、愛や健康など、いろいろ必要だと言いましたが、今、アンドラ・ディクさんはどうですか？幸せですか？全部ありますか？私、幸せに感じる。しかし、お金は大切ですか？好きな仕事をすると、給料が、高まる、と思います。はい、わかりました。ありがとうございます。